ゆっくりと手を前について四つん這いになって、生え際を手と手の間に、息を吐きながら体重を前にスライドさせて息を吸って戻ります。ご自分のペースで体重を前後にスライドして首の後ろをストレッチしていきます。膝の位置も調整して、つま先を立てて足の力で首をサポートしてあげます。心地いいところで止まって、いけそうであれば背中で手を組んで拳を背中から離していきます。首や肩に緊張があると眠りにつきにくくなるので、緊張を感じたら緩めてあげるようにしましょう。ゆっくりと甲をつけて、お尻をかかとに預けて、一度チャイルドポーズ。ゆっくりと起き上がっていきます。足の親指は軽く触れるように、膝をマット幅に開いて、その間にお腹と胸を下ろしていきます。手の親指と人差し指でマットをして、ゆっくり股関節と胸が開かれていきます。腰もリリースしていきます。呼吸を胸と背中、腰に送って、ゆっくりと上体を少し起こしたら、左の肩を左のマットへ、左のこめかみか耳をマットに下ろしていきます。腕や背中のストレッチを感じていきましょう。心地の良い場所を自分で探しながら、ゆっくりと起きて、同じポーズの逆サイド、右肩を右のマット、右のこめかみか耳をつけて、優しく左にツイストしていきます。目に見えるストレスは首や肩周りに現れると言われています。肩をゆっくりと緩めて、ストレスをリリースしていきます。ゆっくりと元来た道を戻って、膝を閉じて四つん這いになって、右の足を手と手の間に、後ろの甲を寝かせて起き上がります。体重を前にスライドさせて、右のアキレス腱とふくらはぎ、ストレッチを感じていきます。柔らかい人は手を前について体を落として、さらにアキレス腱、左の前ももの鼠径部にもストレッチを感じていきます。手の位置は自分で選ぶようにして、一番心地よい場所で、腎臓や膀胱の経絡がある場所をストレッチしていきます。時間と体重をかけて、前の足首と後ろの前もも開かれていくのを待ちます。むくみを取っていきます。ゆっくりと元に戻って、逆サイド、左の足を手と手の間に入れて、後ろの甲を寝かせて、一度起き上がって体重を前にスライド。今度は左足の膀胱と腎臓の経絡にフォーカスしていきます。アキレス腱、ふくらはぎを伸ばして、手の位置は自分で選んで、ストレッチを一番心地よく感じられる場所を探していきます。後ろの鼠径部も伸ばされていくかもしれません。